約束の虹。世界にはやがて多くの人が住むようになりました。ところが人があまりに多くの罪を犯すので、神様は人を作ったことを悔やまれました。そしてついに洪水で全ての人を滅ぼしてしまうことにされました。ノアという人がいました。この人は他の人とは違い、神様を愛しその教えに従っていました。神様はノアとその家族を洪水から守ることにしました。神様はノアに洪水を起こすことを話され、大きな船を作るように言われました。それは3階建てで屋根が低く、扉と窓が一つずつの船でした。ノアは言われた通りに船を作りました。さらに神様はノアに、全ての動物のオスとメスを一匹ずつ集めるように言われました。それからノアと家族、動物たちは船に乗り込みました。最後に神様が扉を閉められました。雨は40日40夜続きました。天から水が降り注ぎ、海も湖もあふれました。どんなに高い山も水の底に消えてしまいました。でもノアと家族と動物たちは水の上に浮かんで無事でした。神様がノアを忘れることはありませんでした。神様が風を吹かせると水は引いていきました。船はアララト山に降り立ちました。ノアは鳩を飛ばしてみました。鳩が帰ってこないのを見て、もう安全だということが分かりました。地面が乾き、神様はノアたちに船から出てくるように言われました。そして地上に再び洪水を起こさない約束として、空に虹をかけられたのでした。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ